矢倉、いわゆる矢倉投げ、あの内股や移り腰ですね、また裏投げなどの直接体をつなげる技が得意で、なおかつ寝技が得意という軽量級の選手にとっては一番嫌なタイプの90キロ級の選手ですね。組手争いに付き合ってくれるような選手だと高藤選手のコーチ狩りのチャンスが出てくるんですけど、ただ今のところちょっと田中選手付き合っていますね。そうですね。お、引き手襟、いいですよ襟、高藤選手引き手襟から入って振っていきました。この体格差、田中選手も引き手襟、コーチ狩りうまい、これが一番の軽量級らしさ出してますね、はい、西田さんたまらんという顔ですね西田さんも軽量級コーチ狩りがアイデンティティ、田中選手あえて釣り手から持って、コーチ狩り引っ掛けた、この裏投げ技あり、コーチ狩りを裏投げ、まさに軽量級対大型選手の本当ですね、定番のような決まり方になりましたが、ここなんとか耐えてほしい。ただ田中選手非常に寝技が得意です。腕ひしぎ十字固めを狙う、腕ひしぎ十字固め、あ、体勢直しました。あー、だめ、あー、一本ですね。体勢の直し方うまかった。高藤直久選手の挑戦は1回戦で次へましたが、この日本武道館、その勇気に大拍手、はい、高藤選手去年金メダルを取った時には無観客だったって、こうオリンピックの金メダリストとして日本武道館で有観客なら自分が姿を見せる義務があるというような話を昨日されていました。素晴らしい挑戦でした、はい、